スッティチャイユンは、タイのジャーナリスト、作家、タイ英字新聞紙、ネーション、経済紙、クルンテープトゥラギット、イフ及びネーションチャンネルの創設者。現在ネーションマルチメディアグループの編集主管、クルンテープトゥラギットのコラムニスト。スッティチャイは、1946年11月24日、ソンクラー・ケンハートやイグ軍の貧しいタイカ人の家庭に、生まれる。弟には、 タイ PBS 理事のテーパチャイオンがいる。バンコクの高校に進学。学業の間にバンコクポスト、サヤームラットが見に投稿していた。高校卒業後シーベルヘグナに入社。入社3ヶ月後にノーンカーケンファームランダムの建設のためにやってきたアメリカ人技術者の通訳となり、仕事を終えた後に、チュラーロン高音大学マスコミュニケーション学科に進学した。 1968年、在学中にバンコクポストの構成部門で職員として、働くが、学業を止め仕事に専念することに決めた。学位もなく、年も若かったスッティチャイであったが、仕事を始めて、わずか5ヶ月で編集者に抜擢された。1971年バンコクポストの、バンコクワールド紙事業の買収を受けて、新聞業界の独占化を憂いた、スニダーギティアゴン。 タンマヌーン・マハーパー・パオライヤが、友人のジャーナリストらと共に、株式公開、200万バーツの資本金を集めて、初の対人所有の英字新聞紙、ザ・ボイス・オブ・ネーションを1971年9月1日に、設立。1976年11月8日に氏名を、ザ・ネーション・リビューに変更。1976年10月6日のクーデター時には、言論統制が敷かれ。 一時発行が禁止された。1985年、現在の氏名ザネーションに変え、現在に至る。またスティチャイは、大国内初の経済に関し、クルンテープトゥラギットを1987年10月6日に創設。テレビ局イフの運営メンバー、テレビ局ネーションチャンネル、ラジオ局ネーションラジオの創設者でもある。コラムニスト、批評家、 インタビュアーとしても有名であり、1991年の湾岸戦争時に3チャンネル、9チャンネルに出演し、活躍。さらにネーショングループの番組、ネーションニューストークに出演。特にスッティチャイの発言の最後につけられる敬語、クラップの特徴的な言い回しが知られ、よくモノマネに利用されることがある。妻は、女性文芸師、ララナーの元編集長ナンタワンユン。 息子、プラープダーユンは2002年東南アジア文学賞受賞作家。娘もおり、名は、チムブンユン。2008年シーブーラパー賞受賞。AB8255124 から25。ありがとうございます。